皆さん、こんにちは。こんにちは。ひばななみです。小次郎講師です。さあ、小次郎講師のマーケット超特急。この動画は三月十日金曜日午前十一時三十分頃に撮影を行っております。さあ、小次郎講師、パウエル議長の発言がありまして、アメリカ市場株価大きく動いておりますね。そうですね。ええ、八日に。はい、アメリカの会員のですね。金融サービス委員会のところで。うん、パウエル議長の証言、こういうものがありまして。はい その証言が、まあ、予想されてなったんですけど高波非常に高波な発言高波な発言ってのは何かというとこれから先まだまだ金融引き締めをやっていくよと、ねえー、ターミナルレートと言いまして今年の一番高い金利の水準がどこになるかと、ねはい、こういう予想が事前にされているんですけどそれがさらに上に行きそうだと、はい、それから直近3月に、ねまあ、FOMC があるんです。けど これは事前予想では0.25%の,、ね、の利上げというふうに事前には思われていたのが0.5%ダブル利上げにです、ね、変わりました8日の発言を受けてです、ねえー、まだまだ利上げが続きそうな予想になりまして、ね、株は非常に下がりやすい、はい、えそして、ね、為替はドル高円安になりやすいとこんな状態に今なっておりまます、はい、実際にチャートを見てみししょうお願いいたします。 はいこのチャートはいつものようにクリック株365の、ね、銘柄です。左上が日経225、右上がニューヨークダウそして、えー、左下がイギリスの FTSE100、右下がドイツの DAX という各国を代表する平均株価ですね。こうやってみるとニューヨークダウの下げ方が一番、 激しいい横ばいが下離れてききたような動にアメリカはちょっと心配だなという動きになっておりますけどそれに比して日本が非常に強いと、ねはい、まあ今日は実はです、ね、これから日銀の金融政策決定会合の発表がありますからそれで何があるかわからないということで利益確定が出ておりますけど、まあ、非常にステージ1で上に、ね、動き出しそうと前回の高値を更新してです、ね、さらに上がっていきそうだというような動きに日経平均はなっております。 その他の国を見ますとイギ,リスイギリスは確かにね直近こう下がってるんですけども、はい、実は史上最高値を,、ね、を更新しておりまして、えー、イギリスの経済苦しいという話を私は聞いてるんですけども株価は非常に順調だとということがあります、ね、ドイツのダックスこれは、ね、ステージ1の状態で横ばい状態というこういう状態になってる。と、はい、すると今非常に判定が難しくてですね、うん 通常はアメリカの経済が悪くなると世界の経済が悪くなるだからアメリカがこの、ね、ニューヨークダウを中心に売られていくと世界が売られていくというような感じになるはずなんですけど、はい、ちょっとその連動性が薄れているというところに、ね、何が起こっているんだろうということを、ね、注目していかなきゃいけないですねじゃあその他のチャートもちょっと見てみたいと思います、はいえー、新たに出てきましたのはナスダック百、はい、そして金 現有こういった、ね、チャートですねナスダック100なんですけどもニューヨークダウンの動きに比べると下がったといっても下げ幅はそんなに大きい顕著なものではないそうです、ね、しかしやっぱりねじゃあコモリティの動きを見て金の動きですけど緩やかに上昇してるような感じは、ね、ありますけどもこの金が顕著に上がってるということではありません。 そして、何と言っても、原油ですね。原油がもうずっと横ばい状態。うん、なんとなく上がりそうな予感が何回かしたんですけども、結果としては横ばい状態ということで、コモディティ全体としてはですね。大きな動きがないというのが、現在の状態。はい、まあ、こういったことがあります。今日は、何と言っても、これから。日銀金融政策決定会合の、ねえー、結果発表があり、これが黒田日銀。10年の最後の日銀の金融政策決定会合になりますので。 ちょっとですね、えー、黒田日銀の10年間を、ねえー、振り返ってみたいと思います、はいはい。英雄なのか、それとも先般になるのか。黒田日銀の10年を特集したいと思います。はい、黒田日銀の10年というと、アベノミクスの10年とね、はい、変えてもいい、ね。アベノミクスという大きな経済的な出来事は。安倍元首相と黒田日銀総裁がタッグを組んでですね、はい、作り上げた。 それがいよいいよよ終わるというね、はい、こういう歴史的なイベントになるのが今年の今回の日銀金融政策決定会合とということになりますじゃあちょっと10年間を振り返ってこの方がなされた業績こういったことをね検証していきたいと思いますけれどもまず黒田さんは福岡県出身ね、はいえー、奈良民と同じ福岡県出身ですね,ですね、はい、黒田官兵衛の子孫とねこういうふうに言われてますから作詞 ではないかということはね、まあ、黒田官兵衛の子孫であれば、ね、ひょっとしたらということは思われますね。で東大法学部の、ね、卒で大蔵省官僚だった日銀の総裁っていうのは大蔵省の官僚とそれから日銀出身者が 交代,交代に努めてたそれが今回上田さんというね学者が初めてなるということで、はい、それも大きな、ね、変化なんですけども、ね、大蔵省出身で第31代日銀総裁に、えーね、就任しまして安倍首相とともにアベノミクスを推進できた。ね で2013年の3月から白川,白川さんから引き継いだということで我々の世界では白から黒に変わったというね、はい、それぐらいガラッと変わったってねこういうことですね、まあ、今白川さんは黒田さんの批判をいろんなところでしております,す、ね、今まで言いづらかったんでしょうんずっと我慢してたのが、うん、いよいよ黒田さんがやめるってことで、うん、もう言わなきゃダメだってことであんな実験的なね政策はダメだっていうことをいろんなところで白川さんは言われておりますね。 2013年4月ここから黒田バズーカですねバズーカっていうからすごいですねものすごい金融緩和普通の金融緩和ではないからバズーカと称されたものをね1回2回3回とやりましてその度に株価が非常に大きく上がったとねこの方がやったのは2%の物価目標を2年間で達成するとそのために量的質的に金融緩和をするという宣言をして日銀が 株式を買うとか、ね、あるいは国債を買うとかこういう従来の日銀では禁じ手と言われるような政策を連発しました、ねえー、年間で国債の保有高増加額が80兆円とかね年間で株式の、ね、購入量が3兆円から6兆円と増えていったんですけど、まあ、株式も買う国債も買うってことをどんどんやってきたっていうのが黒田パーズーカーです、ね、で2016年にはマイナス金利を導入しましたね そしてついに2016年の9月 YCC と言われるね今一番話題になってる超短金利調整付き量的質的金融緩和長いですね文書が超短金利調整付き量的質的金融緩和ねこれが分かりづらいねぜひ新しい日銀の総裁上田さんには国民に分かりやすいねこの超短金利調整付き量的質的金融緩和ってものを 分かっていいるる人がどれらまあ我々はね分かったふりをして言いますけど意味はよく分からないよ、ねえー、短期金利をマイナス0.1%にし長期金利を0%、ねえー、こういったことに、ねえー、調整しますという政策なんですよ。で短期金利は、まあ、日銀の金融政策に連動しますからマイナス0.1%っていうのはこれはまあねすぐなるんですけど。 長期金利を0にします長期金利って何ですか、えー、一番代表的なのは、ね、国債10年もの国債の利回りこれが長期金利の代表選手なんですけど、はい、10年もの国債の、ね、金利を、ね、利回りを0%にしますって言ったって国債の、ね、利回りってマーケットで決まるんじゃないですか日々連動してるものですよね,ねそれを国債がどうするんですか、はい、って言って、ね、そんなことしていいんですかとかいろんな議論がありしかもそんなことができるんですかと。うん できないですから0%に誘導するといってもどん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 金利が高くなっていくそれを抑えるために国債を買うということでですね金利を下げを0%にしようとしているんですけどそれもとてもそんなことができないというのが今現在の問題で2020年には株式 ETF の買い入れ額を年間で12兆円これは上限ですけどもこういったところまで増額をしました。 ねえー、2021年の3月、ね、ここで大きな変化がありまして株式の買い入れ額を年間12兆円を上限に必要に応じて買い入れを行う、ね、それまでは年間12兆円が上限、はい、で、まあ、年間6兆円ぐらい買いましょうという、ねまあ、こういうような目標が設定されておったわけですよ。 それを2021年の3月に株式の改例額を年間12兆円を上限に必要に応じて改例を行うという宣言をしてこの瞬間から日銀は ETF 株の購入をほとんどやめたとほとんどやめたっていうきっかけがこの文章ですからね国民に伝えようという気持ちがあるとはとても思えないですね。 でこの時に YCC 政策、ね、長期金利の変動幅をプラスマイナス0.25%にしました。0%に、ね、誘導するということなのにとても0%にはできないということでプラスマイナス0.25%にしましたけどもそれも、ね、なかなか実現が困難だということで去年の12月に変動幅を0.5%に変えました。 一気に0.25%から0.5%の長期金利が上がりで0.5%で終わるかと思ったらまだ上がりそうだというのが今ねマーケットの状態なんですね。いよいよ今日、ね、日銀の金融政策決定会合がありますけど、ね、黒田さんの最後の会合ということで、ね、最後に大変化があるのか何もなく新しい総裁に、ね、バトンタッチするのかこれが大注目というのが今現在の状態です。 よろしいでしょうかありがとうございますはいそしてこの動画は、えー、10日金曜日の午前11時40分に撮影をしているんですが、はいうん、撮影している今まさに日銀金,金融政策決定会合の、はいえー、発表が行われましたこ小広しどんな結果になったでしょうか、はい、そうですね、えー、現状維持まあ予想通りですけどありとあらゆることが全部現状維持ね、えー、金融緩和を続けます、えー、YCC 政策はプラスマイナス0.5% まあこういうことで最後の最後までこのね一元の金融緩和をね変えることなく日銀は幕引きをしましたつまりいろんな今問題点があるんですけどその問題点は新任のね上田新総裁にね委ねられたとこういうことになります。はいえー、注目はですね今日の夜 アメリカの雇用統計がありますね,ですね,ねで実はこの非常にインフレが再燃してるんじゃないか金融引き締めをさらにやらなきゃいけないんじゃないかというムードが出たのは前回のですね雇用統計2月3日に開催されましたかね、うん、この雇用統計でものすごい、ね、数字が出てきた、うんね、失業率は50年来の一番最低水準。 そして就業者数は、ねえー、事前予想を、ね、30万人以上を超える50万人増という、ね、50万人以上増というすごい結果が出たここででもうマーケットの流れがラッと変わったわけです、ねわたね、前回の雇用統計で流れが変わったのであればもし、ね、結果が変わるとしたら今回の雇用統計ということで、えー、今日の夜、ね、発表される雇用統計はいつも以上に注目をされております。 前回があまりにもいい数字だった非常にいい数字だったので、はい、今回この数値にも注目が集まりますそういうことですねですから今月の FOMC、うん、これが0.25なのか0.5%なのかってことこ、ねね、注目されてますけどこれに一番に影響するのはこの雇用統計だと思います、はい、ぜひ皆さん注目していきましょう、はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょうありがとうございましたありがとうございました